リーガエスパニョーラリーガエスパニョーラ1942-1943この項目では1942から1943年シーズンのリーガエスパニョーラについて述べるリーガエスパニョーラ1942-1943はスペインのプロサッカーリーグリーガエスパニョーラの12回目のシーズンである1942年9月27日に開幕し 1943年4月4日に閉幕。アトレティコでビルバオが8年ぶり5回目の優勝を決めた。バレンシア CFR マドリード A アビアシオン、セビージャ CF デポル A ビルバオービードエスパニョール、バルセロナカステリオングラナダ CF、セルタサラゴサベティスリーガエスパニョーラ1942、1943のクラブチーム所在地第一次黄金期からの 世代交代を完了したアトレティコでビルバオが4連勝2回を含む開幕11戦無敗という圧巻のスタートを見せ第8節に主を奪回して以降一度も譲ることなく最多5回目の優勝を果たした内戦後の新たな潮流となったアトレティコアビアシオンは序盤から会に低迷し8位序盤ビルバオと白熱した争いを繰り広げた王者バレンシア CF も 後述の監督交代以降は失速し7位に終わった。昨季は入れ替え戦域の屈辱を味わった CF、バルセロナは開幕5戦未勝利と序盤苦しむが、初の総得点トップを記録する攻撃力などで4位に入り、成績が大きく改善された。高い攻撃力を持ちながら優勝に手が届かな回、セビージャ CF はパトリックをこねる監督を招聘。 副監督となったペッペ・ブランは6人の即戦力を補強した。今期のセビージャは攻撃力頼みの戦いが少し変わり、派手に大量点で勝つことよりも継続力、勝ち点積み上げを重視する姿勢が伺えた。首位を走り続けた間、ビルバオは第14説に最下位ベティスに1から3で敗北、第18説には10位 RCD s スパニオールに2から2のドローなど、 意外な足踏みがあった。2位以下集団が追いつく後期はあったが、昇格2年目の CD、カステリオンが抜けてくるなど対抗馬が明確化せず。第21節には、セビージャがホームでビルバオを直接叩くが、依然、勝ち点差は3。第23節は、ビルバオの敗戦に乗じ、カステリオンが勝ち点差を2に縮めるも、翌週また3差に開いた。2位セビージャに、 勝ち点3差の首位で、第25節を迎えたビルバンは、敵地リアソールで8位の RC デポルティボデラ、コルーニャに0の2で敗れた。だが、また同じことが繰り返された。勝ち点4差で追っていた3位カステローンは、ホームで9位アビアシオンとドロー。2位セビージャは中盤戦7試合無敗を記録して、浮上してきた4位バルサに1から3で敗れた。こうして、 ビルバオの5度目の優勝は敗戦後決定というやや白けたものになり、しかも前節ビルバオに勝ち点2を献上したバルサによるヘルプで決めた格好になった。しかしビルバオの長期無敗と優勝は新世代の手によるもので、総得点、総失点はリーグ2位。ハットトリックがテルモサラの2回だけという数字に現れているように複数のアタッカーが分散して稼ぎ、 かつ失点を少なく抑え連敗を一度も記録しない安定感は群有拡拠化したリーグで復活するために出した名門なりの答えかもしれない。デポルは2年連続で総失点が最小だったが失点しない代わりに自分たちも得点できず勝ちきれない試合が増え引き分けがリーグ最多12試合だが十位以下に一度も落ちず前述の首位ビルバオ叩きで一節を残し残留を 確定させた。一方、宿敵セルタは52得点50失点と相変わらず敵より多く決めて勝つを継続。第17節で入れ替え宣権内を脱出3節を残して残留を確定させ、最後は5位でフィニッシュ。ンダに泣いたデポルの9位を超えた。全く対照的なスタイルを持つガリシア州の領有は今期も 対照的な戦い方で残留を決めたのだった。2年間のセグンダ生活を経て復帰した6年前の王者ベティスは、第4節から9試合未勝利、第15節から最終節まで11試合未勝利と振るわず、第22節終了時に12位グラナダ CF と勝ち点差8、当該対戦2敗で入れ替え戦権内浮上が不可能となり、自動降格が決定した。 ダービーでも2試合、計10失点で全敗した。かつて自分たちを初優勝に導いた、オコネル監督が、宿敵セビージャの監督として、優勝を争う光景を横目に、ベティスは1年で降格した。セグンダニー・サラゴサ CF もベティスに匹敵する速度で降格した。開幕6試合未勝利、第12節から最終節まで15試合未勝利を記録。ただ、失点数は、 ベティスグラナダより少ない54、引き分け数リーグ2と検討はした。だが、総得点がリーグ最小25、勝利数わずか2では、デポルのような守備的戦術で残留をするのも難しい。第23節終了時に12位グラナダとの勝ち点差が7に開き、1年での降格が決定した。グラナダのパコブル監督は、 フルスのレアルマドリードと最終節まで自動残留権争いを繰り広げた。ほとんど勝てないチームが早期に落ちる一方、作バ悪さが陥った入れ替え戦権付近の攻防が白熱した。グラナダが6試合未勝利を2度記録して12位に定着したのは決してサプライズではなくコパデルレイ優勝2回のエスパニョール、過去リーグ優勝2回のレアルマドリード CF の 行く末こそが今季残留争いの注目点であった。エスパニョールは長期の連敗、未勝利はなく、前半戦はむしろ上位だった。だが、降格圏のサラゴサに対する敗戦、ダービー全敗なども精神的に作用したのか、終盤戦で入れ替え戦圏内に転落した。アールマドリードは開幕3連勝と絶好調だったが、その後は2度にわたる5試合未勝利で、 中盤戦から11位に定着。ここで、アルメ監督が解任され、SD の頃などが短期間代行した後、なんと、上位バレンシアの監督、ラモン・エンシナスが引き抜かれたのである。昨季の優勝監督が連覇の夢を放棄し、今や、残留受けを委任として迎え入れられた。アールマドリードは、バルサとゴノゴの激しいドローを演じた後に3連勝。 11位と勝ち点1差の8位に浮上した。だが、その後3連敗を喫して、第21節終了時に10位に転落。それでも、翌週12位エスパニョールを7から0で大破して、当該対戦優位を確立し、3連勝で7位に浮上した。だが、第24節で、セビージャに敗れ11位12位との勝ち点差2の10位となった。第25節。 アールマドリードは12位グラナダとの直接対決でドロー。だが、エスパニオールも引き分け、単独10位をキープした。最終節は、勝ち点24の10位アールマドリードと勝ち点22の12位グラナダの争いとなった。アールマドリードとの当該対戦スコアが劣る。エスパニオールはすでに11位以下、入れ替え戦が確定。パコブル監督のグラナダは古ス アールマドリードとの当該一戦で勝ち越したため、勝ち点が並べば、バルサの屈辱の二の舞はあり得た。アールマドリードは、敵地で7位バレンシアと因縁対決。11分に、メナに、先制点を許すが、15分に、ボテージャが同点弾。しかし31分43分アマデオに得点を、許し1から3で前半を折り返す。グラナダはホームにバルサを迎え、11分に、 マリンが、先制点。17分、セサール・ロドリーゲス、22分マルティンに決められ逆転を、ユルスが、44分に、ソサが決め2から2に追いつき前半を終えた。後半に入り、アール・マドリードは60分、アルスーは64分、ベルマールと5分間で2点を決め3から3の同点。残り時間の試合運びは難題だったが、八十分に、バルサのマルティンがグラナダから、 再び、リードを奪う得点を決めて結末が見えた。その後スコアは動かず、アールマドリードが、ドローで、勝ち点1追加し10位で、自動残留、グラナダワニの3で敗れ12位で入れ替え戦出場が、決まった。プリメーラディビシオン11位の rcd エスパニョールが、セグンダディビシオン1940から1941決勝ステージ4位のレアルヒホント中立地、マドリードで対戦した。 RCD s エスパニョールビレアル基本プリメーラディビシオン12位のグラナダ CF がセグンダディビシオン1942から1943決勝ステージ3位のレアルバラドリードデポルティーボと中立地バルセロナで対戦したグラナダ CFV レアルバラドリードデポルティーボありがとうございます